怖え。何やってるんですか。え、あ、いや、もしかしてですけど。はい。自殺ですか。まあ、はい。ここ屋上ですよ。はい。なのにわざわざ拳銃で。そうですけど。なんか贅沢ですね。まあ別に。え、拳銃。そうですよね。この人屋上にいるのに拳銃で自殺しようとしてるんですよ。なんか贅沢じゃないですか。え、自殺しようとしてるんですか。ああ、まあ、はい。マジっすか。え、これどういう空気ですか。なんか困ったなと思って。確かに、せっかく屋上にいるのに拳銃で自殺しようとする男がいたら困りますよね。あ、いや、手段は別に。そうですよね。自殺の方法なんて自由ですよね。屋上にいるのに拳銃で自殺しようとするなんておかしいでしょ。やるなら地上でやりなさいよ。まずは自殺を止めませんか。そうですよ、まずは止めてください。え、なんで黙ってるんですか。もしかしてあなたも。そうですけど、私も自殺しにここに来ましたけど。え、かく自殺しに来たのにあんたがいて邪魔だし、しかも拳銃で自殺しようとしてるし、なんかムカつく。ムカつくって何なんですか。ムカつくものはムカつくんです。え、わかります。え、なんで。なんていうか、テスト当日に勉強してねえや、やべえやべえって嘘つくような感じのやつです。わかります。ですよね。いますよね、そういう人。いました、いました。うちのクラスにもいたんですよ。もう本当に考えるだけでもう本当に嫌いでした。違うでしょ、こっちは命かけてるんですよ。そうですけど、なんかずるいっていうか。そうそう、贅沢なんですよね。その贅沢って何なんですか。しかもこれ全然贅沢じゃないですよ。一発しか入ってないし。え、なんで。死ぬ前に運試ししたかったんです。よかったら一緒にやりませんか。二人とも自殺しに来たんですよね。いいですね、やりましょう。おじさん、私もこの屋上に来たのは皆さんと同じ理由でして、どうせなら運試しもいいかなって。いいですね、やりましょう。6発中1発入ってて、さっき1発撃ったんで5分の1です。5分の1ならいっか。じゃあ最初私で。え、まあいいですけど、なんかちょっとずるいな。何言ってるんですか、さっき撃ったって言ってたじゃないですか。いや、じゃあまあいいですけど、やりましょうか。じゃあ行きますよ。 When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's own.It's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam.